こんにちは、まなぶです。本日はググれない人は人生終了、このテーマでお話をしていきます。まなぶまなぶまなぶチャンネル、まなぶまなぶ始まるよという感じで最初ツイートをご覧ください。これだけ情報が揃っている時代なのに思考停止の人が多いなと思う。思考停止している人は自分で考えない人です。教科書だったりスクールだったり答えがないと先に進めない人です。実際にはググれば解決できるのにググらない、なぜググらないのか謎すぎる、なぜですかねっていう、まあ、こういったツイートです。という感じで今回はググることの重要性もググれだけで人生勝てると思うんですね。この話をしようと思います。という感じで本題、ググると人生勝てるってなんでかっていうと、勝手にこうレベルアップしていけるんですね。でこれどういうことかっていうと、例えばなんですけど、僕みたいな人間を家に放置した場合、まあ、その例で考えてみようと思います。例えばなんですが、僕今この部屋で暮らしていて、でまあこんな感じでまあゲームしながら暮らしたりしてるんですけど、この部屋に仮に僕を、じゃあ3年間ぐらい放置するじゃないですか。まあ、食事だけ与えて、あとこの部屋にいなさいみたいな感じで放置されますよね。そしたら僕3年後にどうなってるかっていうと、まあ、多分なんですけど、ノースキルの状態で放置されても、3年後には年収500万ぐらいは多分到達してると思うんですね。で、なんでかっていうと、自分なりにググったりして、自分なりにこう勉強していける。しかも家の中では別にプログラミングとかすればいくらでも稼げるわけじゃないですか。まあそんな感じで、ググって自分で成長できる人って、まあそこら辺にポンって放置しておけば勝手に成長できるんですね。でも一方でググれない人っていうのが、例えばググれない人をここに、この部屋に3年間放置するじゃないですか。で、その結果どうなるかっていうと、3年後も別に何も変わってないと思うんですね。収入とかスキルも特に増えないみたいな。まあだからここがめちゃくちゃ大きな差だと思います。だから皆さんどうですかね？普段ググってますか？で、ググってない人、まあ僕からするとググれない人めちゃくちゃ多いんですね。なんか質問とか届いたりしていても、質問とか見るときに、いやこの人なんでググんないんだろうって毎回思ったりします。まあ、ただこういった話をするとよく言われることとして、なんか今の時代って情報がありすぎてどれが正しいか分かんないんですみたいな、そういうこと言われたりします。でそこに関して思うことは、どの情報もぶっちゃけ大体正しいですよ。例えばなんですけど、皆さんが大体勉強したいことって、例えばまあブログの基礎知識でもいいですし、プログラミングの基礎でも YouTube の基礎でも動画編集の基礎でも何でもいいじゃないですか。で、そういった情報とかそういった教材って世の中に無料とか有料でいろいろ転がってるじゃないですか。でも基礎技術ってぶっちゃけどこでもほぼ一緒なんですよ。まあ、要するにプログラミング勉強したいってなった時に、いろんなプログラミングスクールあるじゃないですか。で、どこ行っても基礎のプログラミングって大体同じカリキュラムで大体同じ方法で教えられてますからね。で、もっと言うと、別に有料のスクール行かなくても無料の教材とかでも大体同じ流れで学習できるので、まあ、正直選べないんだったら、とりあえず目についたやつ、まあ、それを選べばいいと思います。まあ、それが僕の回答ですね。で、あともう一つ、ググらない人にあるよくある言い訳なんですけど、ググるよりも周りの人に聞いた方が早いっていう、まあ、こういうふうに言う人いますよね。で、そういった人っていうのは、まあ、それも確かにそうなんですけど、大きな損失っていうのを抱えてるんですね。で、どういうことかっていうと、例えばなんですけど、ここにいるバナナ君が、ググれない人だったとするじゃないですか。で、それで毎回なんか、ブログの稼ぎ方教えてくださいとか、プログラミング教えてくださいって、まあ、僕の元に来るとするじゃないですか。で、そうなった時に僕はどうするかっていうと、このバナナ君と完全に距離を取りますね。なんでかっていうと、最初の頃は、まあ、仕方ないな、みたいな答えよう、みたいになるんですけど、毎回めんどくさいことされていたら、もうさすがにもう答えのめんどくさいんで、もう距離取って終わりですよね。まあ、そんな感じで、質問ばっかりしてしまうと、ある意味知識を持ってる人っていうのはそこから離れていきます。なんでかっていうと、知識を持ってる人っていうのはそこの知識を習得するために時間とか労力をかけてやっと身につけたわけじゃないですか。で、それを別に無料で聞くなとは言わないんですけど、毎回くだらない質問を聞いてきたら、それは離れますよね。で、結局離れていったらどうなるかっていうと、世の中って優秀な人がいたら、その周りにも優秀な人が集まって、その優秀な人のグループには良い仕事とかが入ってきて、それで優秀なグループ全体の年収とかが上がっていくっていう、まあこういうループって確実にあると思うんですね。まあだから要するに、質問ばかりする人っていうのは優秀な人がこう周りからこう離れていっちゃいますと。で、離れていった結果どうなるかっていうと、まあ結構人生ハードモードですよね。まあこんな感じですね。まあだからこれ見てる皆さんは、まあぜひググるようにしてみてくださいっていうのが今回の話。で、こっから話をちょっとさらに進めていって、とはいえなんですけど、まあググるのももちろん大切です。でもググりながらでも、まあどうしてもわかんない時あるじゃないですか。プログラミングとかでも、もうなんか1時間ぐらいググったけど分かりませんみたいな。まあそういった時は全然質問していいと思うんですね。で、その際の質問の仕方について話して今回終わりにしようと思います。あとちなみになんですけど、僕の場合はプログラミング勉強とかブログの勉強をしている時に誰も質問できる人いなかったんです。
ですね。だから僕の場合どうしてたかっていうと、わかんないことがあったら一旦放置するようにしてました。で、一旦放置して、で、それでなんか日常生活を送ってると、あ、そういえばあそこの答えってあれかなみたいな感じで、突然こう後からひらめいたりするんですね。だから問題ってのは全て解決しようとしなくて、まあたまに放置するみたいな、そんな感じもありですね。でも一方で身近に聞ける先生とか、まあスクールとか行かれてる方だったら、まあ質問すればいいと思っていて、じゃあその際にどう質問するか。で、これ結論から言うと、ここ超重要なんで、絶対この動画で一番覚えておいてほしいことなんですけど、ポイント2つあるんですね。質問の仕方のポイント2つ。で、1つ目っていうのが、問題点をまず書くこと。で、2つ目っていうのが、試みた解決策を書くこと。もうこれ2つだけですね。問題点と試みた解決策。この2つだけ。で、これどういうことかっていうと、例えばなんですけど、僕の元によく来るのが、ブログ伸びませんみたいな、点々点みたいな、まあ、そんな感じの相談よく届きます。でも、ブログ伸びませんって言われた時に、じゃあ僕としてどういう回答をしたらいいかっていうと、今じゃあどんな感じなんですかみたいな。ブログ伸びないっていうのは、記事どれぐらい書いたかとか、どれぐらいブログ運営してるのかとか、まあどういったジャンルで書いてるのか。まあそういうのを僕の方が全部ヒアリングしないといけないじゃないですか。で、そうなると答える側の工数が上がるんですね。で、まあこの工数ってのは、要するに時間ですよね。その人間って時間が有限なわけじゃないですか。で、僕の場合だったら1日の時間とかすごい大切にしているので、まあそういう感じでざっくり質問されると正直は答えのめんどくさいなと思っちゃうんですね。じゃあ一方で、OK な例、正しい質問の仕方っていうのは、例えばブログ伸びませんみたいな。で、まずこれ問題点じゃないですか。で、問題点に対して、じゃあ試みた解決策を次に話します。ブログ伸びません。自分は SEO キーワードを狙って、まあ記事をいろいろ書いてきましたみたいな。で、キーワードを狙って3ヶ月ぐらい、キーワードの分析もして、やったんですけど、なんかこう順位が上がっていかないんですよね、みたいな。で、キーワードの順位データっていうのを添付しました、みたいな。よかったらちょっとアドバイスいただけたら嬉しいです、みたいな。まあ、こういった質問ですね。こういった質問が来たら、僕としてどういう、僕とか、まあ、他の、ある程度、まあ、成果出してきた人だったら多分同じように、受け止めると思うんですけど、それ、どう思うかっていうと、あ、この生徒さん、もしくは、あ、この人すごいしっかりしてるな、みたいな。あ、多分この人伸びるなっていうふうに、そういうふうに思うんですね。で、そういうふうに思われるのってすごい重要で、例えば、まあ、スクール行ったりするときも同じなんですけど、質問の仕方が上手い生徒っていうのは、先生からも気に入られるんですね。で、そうなってくると、先生からも応援されやすいじゃないですか。で、これって、まあ、結局すごい重要なことで、ビジネスとか、まあ、そういった世の中の全てって人間関係で成り立ってるので、まあ、だるい質問とかしてしまうと、まあ、ちょっと言葉悪いんですけど、だるい質問する生徒っていうのは、先生からも、まあ、正直はちょっとだるいなって、まあ、どうしても先生も人間なんでそう思うわけですね。まあ、だから皆さんもこれ、まあ、会社上司とかも全部そうですね。だるいって思われたら、回答をどんどんぶっきらぼうにされるようになると思うので、ここすごい注意です。で、もう一つ一応質問でもう一回出しておこうと思うんですけど、例えば僕の元に YouTube 伸びませんみたいな質問もよく届くんですね。で、それに対して YouTube 伸びませんみたいな、そういったざっくりな質問だけだと、僕の工数が増えるじゃないですか。例えば今 YouTube 何本上げたんですかみたいな。ジャンルどんな感じですかみたいな。どういった感じの試行錯誤をしたんですかみたいな。そういうのをヒアリングしないといけないじゃないですか。ヒアリングめんどくさいですよね。だから質問する時点で、先ほど言ったんですけど、2つのポイントですね。問題点と試みた解決策。これを必ずセットにすると。じゃあ YouTube の場合どうするかっていうと、YouTube 伸びませんみたいな。で、そこで解決策っていうのが、〇〇っていうカテゴリーで20本ぐらい動画を出しました。で、〇〇のカテゴリーだけじゃなくて、三角三角っていうカテゴリーでも、例えば動画10本ぐらい出しましたみたいな。今合計30本作ってます。で、最も再生された動画はこれなんですけど、それ以外の動画あんまり伸びていなくて、まあ、ここからなんか次の道とか、まあ、この方向性正しいのか、そのあたりアドバイスいただけたら嬉しいですみたいな。まあ、こんな感じの質問とか相談ですね。それだったらまあ答えやすいじゃないですか。まあ、このジャンルね、みたいな。動画の本数これぐらいね、みたいな。あ、一番伸びてるやつこれか、みたいな。あ、確かにこれ伸びそうだけど、他の動画伸びなそうだな、みたいな。まあ、そういうのが、YouTube やってる側からの人間だったら、まあ、ある程度言えるんですね。だから、皆さんもぜひ質問するときに、この2点絶対には気をつけてください。はい、という感じで最後にもう一回まとめると、質問の仕方、ポイント2つですね。これ絶対覚えてほしいのが、問題点をまず書くこと。あと続いて、試みた解決策を書くことですね。で、もう少しプラスで言うと、この2つっていうのをまとめることによって、質問文を書いてるときに自己解決できることも多いんですね。これ僕の場合よくあったんですけど、プログラミングでわかんなくて、当時昔その HTML とか CSS っていうのを勉強していた時にフロートっていうのはよくわかんなかったんですね。フロートってなんだよみたいな。これ全然うまく動かないじゃんみたいな。まあそういうのがあった時に、先輩に聞こうとしたんですよ。なんかどうやってやったらいいですかみたいな。で、聞いて、その時にまとめてたんですね。問題点と試みた解決策みたいな。で、その試みた解決策、自分なりの試行錯誤っていうのをまとめてる時に、あ、もしかしたらこっちが答えかもみたいな。そういうのが自分でこう、紙に書くことによって、こう、導けるというか、まあ紙っていうか僕は
メモ帳にこうタイピングしてたんですけど、まあ、それで気づいたりするんですね。まあ、だからそういったなんかプラスアルファの効果もあります。質問っていうのをきれいにまとめることによって、実はそこから自己解決につながったりするっていう、まあ、そんな感じです。はい。という感じで、今回サクッとですね、以上にしようと思います。で、この動画っていうのはぜひ、世の中にググれない人にめちゃくちゃ届けたいんですね。まあ、だからぜひ皆さん、この動画見て、まあ、確かにそうだな、みたいな。ググった方がいいな、みたいな。ググる人生にしようって思った方は、ぜひ、いいねボタンを押してもらえると嬉しいです。で、あと、いいねだけじゃなくて、Twitter とか SNS のシェアしていただけても、めちゃくちゃ嬉しいので、まあ、ぜひよろしくお願いします。という感じで、今日はこのバナナも登場しました。で、では皆さん、お疲れ様です。